な、何もし、どこ見てんの。お、一緒に参加せで、自分たちの民族、あの人間が滅ばされてしまったらもうおしまいなんよ。スイカが有名なのかな。あった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 。ちょっと道の駅に寄ってみたんですけど、スイカがいっぱい売ってました。スイカが有名だから。はい、もうこれこやつがおるのでなかなか外に出れません。わかる、見える、みんな見えるかい。グロすぎてピンとあえ。それも神様のお告げ。今どこやったっけ、蕎麦屋に行こうと思って、山の中の蕎麦屋に行こうと思ってんけど、車にさっき見せたアブがめっちゃ飛んでくるんです。ポン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 。それが怖くてうちらは外に出れなかったんですね。でどないしようどないしよう、まあ結局その蕎麦屋さんはちょっと今定休日で開いてなかったんけど、調べたところアブはエンジンと二酸化炭素やったっけに寄ってくるらしくて、エンジン用のその熱とで、なんか牛アブって言って牛の血を吸うアブらしくて、でそれで車が熱いのとエンジン音のそのなんか、はい、二酸化炭素がなんか寄ってくる要素が牛と思ったんかな、分からんけど牛とか思ったんかなと思って、で寄ってきてな、ずっとぶつかっててんな、な、何もしどこ見てんの。お、一緒に参加せ、話に参加せ。ほんでな、それをの解消法があるって相川調べて分かって、それを現地クリーンから説明してもらいたいと思って、いやいいとか言ってる。全然参加せへん。あれあれ、運転が荒いですね。うわあって。なぜ、あ、じゃあじゃあじゃあ、なぜじゃなくて、そのアブを、まあ、ぶつかってくるアブっていうのは絶対車の中入ってきたりとかして、アブって噛むんですよ、血吸うんですよ、腫れじゃなくて噛んで、ほらやみたいな。吸血鬼ですね。あ、まあ、だから今から吸血鬼って言いますわ、やつのこと。で、対処法があるらしくて、一番の対処法はエンジン切ることだそうです。で、エンジン1分ぐらい切って熱い中我慢したら折れへんくなるらしいです。びっくり。説明が下手すぎて、説明下手すぎ、だから言ってんよ、説明してって。それでアイキに委ねたのに、それでも文句言わんといてくれますか。ということで、アイキラが行きたかったお蕎麦屋さんには行けませんでした。自然が豊かでめっちゃ綺麗かったし、美味しそうな蕎麦屋さんあったんですけど、別のところに行きます。まあ、定休日やったからどうせ行かれへんかったんですけども、今日はちょっとアブのことを勉強できました。感謝ですね、ありがとう。しかもオニヤンマおってんで、本物のオニヤンマ。動画には収められへんかったけど、トンネル入るから、さようなら。イエーイ、ここの蕎麦屋さんに来ました。めっちゃ雰囲気あるやん。楽しみ楽しみ。昔の感じやで。おお。じゃん、お蕎麦を食べに来ました。なんか昔ながらのお店で、先行こうと思ってたところかな、閉まってたからここに来たんですけど、すっごい素敵なお店です。イエーイ。ということで、お蕎麦来るまで待ちたいと思います。これからになります。はーい。いただきます。浅漬けだけ食べときます。はい、これナス大好き。普通にします。熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。でかい。こんな感じで開けてもいいかな。ちょっと割れてるところが可愛い。うわお。ちょっと冷ましとくわ、あっちやったらあれやから。美味しそう、泳いでます。お待たせしました。お、サバになります。ここに置いても大丈夫。はい、大丈夫です。ありがとうございます。すごすごすごでか。こちらに梅雨を注いでお使いください。はい。なんかすごい、そういう、ほんまやな。うわ、美味しそう。じゃあ、ね、食べようぜ。こんな感じ。すごいね、なんか
色が続いとったよ、うん、なんか思ってたの違う、うん、うん、うん、でもその冷たいのもちょっとちょうだい、うん、おいしい、うん、だよな、もうカモもおいしいだ、食べる、うん、ちょっと俺いいよ、めっちゃおいしいです、おいしいだろ、うん、汁も飲むね、ちょっとめっちゃ美味しいです、うんうんうん、なんかこのいびつな形がいいよな、うん、だって見てこれめっちゃ太いもん、すごい、こんなお蕎麦初めて、めっちゃ美味しかったです、ごちそうさまでした。なんか座って見られるねんって、なんかいっぱいご飯屋さんもあるやん、こんな感じでご飯屋さんもあります、イエーイ、クラゲを見に来ました。さあて、アイキの大好きなクラゲちゃんはいるのでしょうか。すごない、すごない、イワシちゃん、イワシちゃうわ、ションビキ、なにこれ、あ、白酒、酒、白酒、いや、わからんけど、めっちゃ切れない、ホッケー、ホッケー、ホッケー、生きてるホッケー初めて見たかも、いつも食べてばっかしやったから、あ、ホッケーや、ホッケーや、なんかこれからホッケー食べられへんがないそう、深海製のイソギンチュウ、なんかいい、でか、あ、なるほどね、こういう空間ってことね、クラネタリウム、タコクラゲじゃないこれ、パルモっていう、え、でかすごい、こいつやばい、綺麗、これなんか光の加減で映れ、ちびちび、ちびちびです、かわいい、こいつめっちゃかわいい、なんかもうやる気ない、やる気ない、やる気ないんだけど、このタコちゃんはクラゲ、かわいい、後ろのあいつかわいい、あ、やる気見せてきた、やる気見せてきたね、でかすぎ、すごい、頭蓋骨ぐらいある、かわいすぎる、備前クラゲ食べれんねんな、これも食べれんねん、そういうことね、備前クラゲちびちび、キラ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 って虹色に光ってる、上のやつ、スパンディングって言われる、光ってる、すごい、うわー、キラ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 って見て、ほら見て、光ってる、奥のやつ、あれキラキラキラ、ほら光ってるやん、手前も、火を落としたりしまったら、不思議、綺麗、線がすごい邪魔じゃないんかな、これな、これなんかめっちゃ毒持ってそう、幽霊クラゲやって、もうほんま幽霊みたい、かわいいな、細胞がすげえ、この、いや、上手に回ってからに
顔映ってるぐらいだった。暗すぎて。暗すぎて映ってない。クラゲ、こんな字やったんですな。知りませんでした。うん、大丈夫。じゃーん。ここに来たかった、ずっと。わー、すごいね。アザラシとかあんま見たことないんだけど。なんか、人間やん。なんか、これ。ちょっと おっちゃん感ない、この子めっちゃ、なんか銭湯のおっちゃん感めっちゃ否めんけど、かわいい。もう銭湯のおっちゃんやん、かわいい。クラゲ感どうでしたか皆さん。めっちゃ綺麗かったやんな。アイクはクラゲが大好きなんです。深海魚も好きやし、海の中の生物が本当に大好きで、もう最高でした。皆さんお付き合いありがとうございました。じゃあね。これかわいい。惜しい。でもすぐ潰すやろからやめとくわ。子もかわいい。かわいい。クラゲ入ってる。最高やった。楽しすぎた。やっぱり水族館は好きやわ、アイキ。しかもアイキの大好きなクラゲやろ。でもな、不思議よな。あ、風が強いから聞こえてるかな、これ。あのさ、クラゲってさ、うわー、日当たるか、ドゥーン、もう焼けてしまいます。おめでとうございます、アイキちゃん。あのクラゲってさ、あの普通に考えてさ、海の、 あの漁師さんとかからしたら、割とお魚に引っかかるよりもクラゲ引っかかる率の方が高いから、言ったら排除していかなあかんじゃない、ちょっとまあ駆除していかなあかんっていうのに結構言われてるけどさ、でも日本の精神がめっちゃ感じられた。何かって言ったらもう増えすぎてめっちゃ増えんねん、クラゲって。あれを展示してみんなが喜んでいる顔を見るっていうのはすごいなって。日本人の心が、日本の精神か、うん、なんかだってこ、まあ、食べるとか、海外はないの。いや、日本の精神とか、海外あるかもしれんな、分からへんけど、なんか食べる、食べ、日本好きやで、食べるとかさ、やっぱ駆除って殺しちゃうとかさ、そういう風にやっぱ思考回路になっちゃうけど、展示してみんなを喜ばせたらいいじゃんみたいな、それがな、あの素晴らしいなと思いましたね。うん、やっぱりね、生き物っていうのは、あのやっぱり私たちと同じ生命体やからさ、できるだけこう真心を持ってね、やっぱり蚊一つでもこう殺すんではなくて、こう逃がしてあげるような気持ちで生きていきたいけど、でもやで、私の可愛いおいっ子ちゃんめいっ子ちゃんに刺して、それが腫れ上がって熱出たりとかしたらか、そうなってくるとやっぱ私は身近な人守らなあかんってなると、もう本当にごめんっていう気持ちで、まあやっつけちゃうっていう気持ちもあるって。蚊は一番人殺せるから。そう、蚊はね、それはもう全国がみんな知ってることだと思うけど、でも蚊もそうやってさ、一生懸命生きてるわけよ。でもそれを分かってあげるって言って、そうやって生かしてってしてしまって、自分たちの民族、あの人間が、あの滅ぼされてしまったらもうおしまいなんよ。だから何を守るか、何に対して戦うかっていうのをしっかり考えなあかんと思いますね。クラゲ見に来たのに蚊の話してる。こまですね、クラゲ、本当ですね、クラゲ見に来たのに蚊の話。蚊の話は今どうでもいいんです、どうでもいいんです。あっちっちのピア。すいません、ちょっとテンション上がりました。以上です、さようなら。また明日ね、グッバイ。